愛鳥週間とは、日本において、野鳥保護室を普及のために、鳥類保護連絡協議会が設けた5月10日から5月16日までの1週間である。バードウィークとも言う。アメリカ合衆国では1894年に、ペンシルバニア州オイル市の教育長のバブコックにより、5月4日がバードデーに定められた。日本では、 アメリカ人の鳥類学者のオリバー・エール・オースチンの提唱により、1947年4月10日に、バードデーが定められた。4月10日は、北の地方の一部はまだ積雪があるという理由で、後に1ヶ月ずらし、5月10日とされた。その後1950年に5月10日から16日までの7日間が、愛鳥週間に定められた。毎年この期間に、 全国野鳥保護の集いが開催され、野生生物の保護に顕著な功績に対して、野生生物保護功労者表彰の式典が行われている。2012年5月12日に、新潟県長岡市で、里山と私たちから時の野生復帰に向けてのテーマで、愛鳥シンポジウムが開催された。公益財団法人日本鳥類保護連盟により、 1968年から愛鳥習慣用ポスター現がコンクールが開催され、2010年から愛鳥兵語募集が行われている。野鳥な活動が活発になる。この時期に野鳥を通してそれを取り巻く環境の自然保護の大切さを知り広めていくことを目的としている。1971年に第25回愛鳥習慣の記念切手に採用された。 始終から愛情習慣に合わせて以下の記念切手が発行されている。ありがとうございます。